ジギスムントフォン、ハプスブルクロートリンゲンは、トスカーナ大公国の大行為請求者。トスカーナ大公家課長、レオポルト・フランツと、その最初の妻レティシア・フォン・アーレンベルクの間の、長男として、スイスのローザンヌで生まれた。母レティシアは、フランス貴族のベルズンス公爵、アンリド・ベルズンスの娘であるが、ドイツ・ベルギー貴族アーレンベルク公爵家の当主、エ陸リクの幼女となった。 両親は1981年に離婚し、ジギスムントは母と共にウルグアイで暮らした。長じて計算機科学を学び、現在は銀行に勤務している。1993年に父、レオポルト・フランツが再婚問題をめぐって総長を務めるイステファノ騎士団と対立し、トスカーナ大公家課長の座を放棄することを余儀なくされると、 ジギスムントが後を継いだ。現在、トスカーナ大公家課長が代々総長を務める、聖ジュゼッペ騎士団と聖ステファノ騎士団の二つの騎士団の総長であり、また、豪多年間の講演者にも名を連ねている。ジギスムントは1999年に、イギリスの第七代順番尺、アーチボルト、ブルース・エドモンストンの娘エリッサと結婚した。エドモンストン家は、 イギリス王エドワード7世の長期アリス・ケッペルを出した一族であり、エリッサはアリス・ケッペルの直系子孫であるコーンウォール公爵夫人カミラとは三股いとこの関係にある。エリッサとは2013年に離婚し、2016年に婚姻無効となった。エリッサとの間に二男一女を設けている。ありがとうございます。